エイン石灰とは、出産、分娩時に、イン列傷を予防する目的にエイン部に石灰を、加える分娩解除方法の一つ。1742年に、アイルランドの外科医、フィールディング・オールドが南山の奨励に行ったのが、最初と言われている。1985年、フー、ヨーロッパ地域事務局及び、アメリカ地域事務局は、ブラジル・フォルタレザ会議で、 出産科学技術についての勧告を採択し、すべての産婦へ一律に、イン切開を行うのは妥当ではなく、他の方法によるエイン保護を実施した上でなおかつ必要となる場合に行うものとした。一般的に分娩第2期の秩口が全開対して、児童が見えてくる時期に行う。通常は、切開部に局所麻酔を注射して行うが、無痛分娩でない場合は、 分娩時の痛みの方が、はるかに強いため、麻酔をしなくても、切開時の痛みを特に感じないという人も多い。一般に、先頭にて切開する。分娩終了後に、警官列症の有無を検索し、必要であれば警官列症部の処置を行ってから、施行する。近年では、吸収糸にて行うことが多い。遠切開は、一般の病院、診療所での出産において、 多くの場合行われており、産婦人会不足に伴い助産師に、永遠石の思考を行わせるべきかという議論が起こっている。ありがとうございます。